にちは、ザドチンです。もうめちゃくちゃ暑いですよね。関東も梅雨明けしたということで、もう外行ったらもう炎天下なんで、日射病に気をつけてください。はい、やってきました。そうちーね、ガチャガチャのシーンはないんだけれども、フラッグ銀座ギャラリーで開催中、写真撮影歓迎お気軽に立ち寄りください。そこでね、ある猫かぶる2の先行発売をガチャやってきました。1回300円です。もう朝一にガチャガチャガチャってやってきたんで、10連やったんでコンプリートできてれたなとは思います。それでは開封いってみましょう。1つ目、まあ8月中旬ぐらいになれば全国的にねあるとは思うんですけど、先に手に入れたいじゃないですか。やばい、爪切ったんでプチってできない。あ、おい、これさ、爪がさペロってなっちゃうと怖いじゃん。プーンで開ける男。お、便利スプーン。パカリー。やばい、みんなに見せないようにしないと。ラインナップは全部で6種類。チャトラ、ハイ、ハチワレ、シャム、ニケ、白猫、ハテナ、黒猫、ハテナです。さあ、それでは、1個目はこちら。ミケ。これがミケ猫かな？ミケ、ハテナになってる。さあ、この中には、一体、何の、動物が入ってるでしょうか。今の状態でわかりますか。こんな感じ。それではシンキングタイム。3、2、1、0。終了。いきますよ。デデン。ハム太郎。めっちゃ可愛いし、こういい感じにはまるんだよ。これナイスミケ。一番いいかもしれないね、ミケちゃんが。2個目、スプーンで開けていく。いきますよ。パカッ。お、これも違うやつ。頭。じゃじゃん。2個目はこんな感じ。はい、裏はこうなってます。これが、ハイ、ハチワレっていうやつですね。ハチワレ、ハテナになってる。なんだと思う、みんな。3、2、1。正解は、デデン、ペンギン。なんかね、前回よりもフォルムがね、良くなっている。前回はね、この土台の動物感が満載だったんだけど、ちゃんとね、猫ボディになってて、それに動物になってる感じだからさ、ペンギンがなんか横広の顔になってるよね。これボディの調節でしょうがないと思うんだけど、ちゃんとハマるようになってるの。ほら、ハマってるでしょ。あとバランスもいい。ワンに比べて全部バランス良きだね。さあ、まだかぶりなし。いきますよ。テレツテツテテンテン。3つ目も違うやつ。何が出たのかな。3つ目はこちら。スタイリッシュになりました。はい、ちゃんと落ちません。前回の第1弾は結構落ち気味だったんだよね。ちゃんとね、締まりが良きです。なんか、裏はこう。なーんだ。なーんだ。これは結構、難易度的には簡単かもしれませんね。それではいきます。3、2、1、レディゴー。ワンコー。正解は犬でした。うん、これもね、このワンコが可愛いんだ。柴犬みたいな感じだね。この眉毛、これをかぶせるとこんな感じ。ちょっとね、胴長になるね。はい、3個中3種類まだかぶりなし。猫かぶるだけに。4つ目、バカッ。お、4つ目もなんか違うのが出てきたね。見ていきましょう。はい、4つ目はこちら。4つ目になってちょっとね、締まりが良くなくなったんだけど、なんだかわかるかな。これね、ひっくり返っても取れちゃうね。はい、これは難易度高いんじゃないでしょうか。はいはい、みんな何にも見てないよね。それではいきます。3秒前。3、2、1、こちら。ポン。これは何？カワウソ的なやつ？イタチとかフェレットとかそんな系だと思います。目は可愛いですね。
よし、4つ目の正体はフェレットでした。今のところ出てるのはモルモット、フェレット、コペンギン、柴犬です。さあ、あと2種類参ります。パガリ、5個目でザザザン。5個目も違う。これ6種類次で出たらあれだね、あれがあれだわ。あ、これも締まりが、これは締まらないやつですね。5個目はこちら、デデン、なんかこれが白猫ハテナだね。確かに白猫っぽい、ふてぶてしく似てますけど、裏はこうなってます。横、それではシンキングタイム、3、2、1、デデン、クマ。前回もクマいたかもね。はい、白クマさんでした。可愛らしいクマさんでした。これが5個目、5種類目。この猫かぶるの頭も他のねフィギュアとかに乗せたらすごい面白いと思う。折り返し6個目、プッパカッ。普通にコンプした、普通にコンプした。6個でコンプリート、イエーイ。残り4個かぶり、すごい引きだな。6回開けて6種類出たよ。持ってる男、黒猫ハテナです。こんな感じとなっています。はい、なんだこの直立不動、二足歩行できるのかな。裏はこんな感じ。これもめっちゃ可愛いね、にゃんこ。目のフォルムもいいよね、この塗装。それでは3秒前、2、1、デデン、クマでした。正解はクマ。へっ、というわけで2、4、6、6個開けて6種類出るという奇跡ミラコーが起きたんだけれども、残り4つもねちょっと確認していこう。ふい、フェレッツ、こちらが白クマ、これも白クマ。さあラスト、よかったね出方が。本当にコンプできるかは分からないからね、シークレットとかはないっす。こちらが柴犬ということで、6個開けて6種類コンプという奇跡でした。はい、というわけでいかがだったでしょうか。猫かぶる2、見事ね先行発売でコンプすることができました。よかった、10連でコンプできて。まあね、ガチャ回すとこはね取れなかったんですけれども、熱すぎて。ぜひね皆さんも個展行ってみてはいかがでしょうか。ビジネス街の本当に一角にありましたね。それではこの動画楽しんでくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。また次のガチ動画でお会いしましょう。バイバイ。おいねる、おいねる。ハム太郎日記、ハムちゃんがですね、名前決まりました。名前決めました。こちらの白い方がミルクという名前になりました。ミルクちゃん、まあオスかメスかわかんないんだけどね。で、奥の今ね寝てるやつがポテトというお名前にしました。いろいろなコメントありがとうございます。ここでむしゃむしゃしてからの、あそこでね2匹仲良くいつも寝ております。まだね別な感じに、別のゲージには買わない感じにします。もうちょい大きくなってから別のゲージかなって思ってます。まだね2匹仲良く住んでるんで、これからね全力で育てたいと思います。それではまた次の金クマコーナーでお会いしましょう。